勝手にベルセルク、パッケージテストです。よろしくお願いします。いつもと同じ画面に見えますが、パッケージか、シッピングしたものです。マップなどのデータがなく、容量が軽いうちにパッケージ化してみることにしました。パッケージ化できるのか不安があったこともあり、ここいらでテストすることにしました。結果として無事にパッケージ化できましたが、いくつかのエラーを解消する必要がありました。エラーを検索するとデブコミュニティで回答がありましたので、非常に助かりました。今回は、パッケージ化の過程で遭遇したエラー等とその解消法について紹介します。それでは、始めます。まずは事前準備から。プロジェクト設定のマップモードで、デフォルトマップとゲームモード設定します。私の場合はタイトルマップとタイトルゲームモードと、タイトル画面を操作するタイトルコントローラーを設定してます。もう一つ事前準備として、ビジュアルスタジオをインストールします。パッケージ化に必須のようです。参考にした動画では、2019を推奨していました。が、2022の方でも問題ない?かもしれません。確証はないですが、2019を使っていた時に出たエラーが、2022で出ないことがありました。デブコミュニティで、2022を試したら解消したという回答者がいたので、2022で試すというのも一つの手かもしれません。はじめに出たエラーがこちら。これは単純に、インプットに余計な機器のボタンが割り当てられているからです。というわけで、余計なものを削除しましょう。削除してスッキリしました。そしてエラー解消。二つ目のエラーはこれ。オーディオミキサー?わけがわかりません。が、デブコミュニティに回答がありましたので、このようにしました。プロジェクト設定をこのように変更したところ、二つ目のエラーも解消しました。理由は、わかりません。三つ目のエラーはこれ、最もわけがわからんやつでした。デブコミュニティで3つの方法が紹介されてました。一つは、デフォルトエンジニを開き、上のように iOS バージョンを変更する方法。初回は、これでエラー解消しました。もう一つは、ビジュアルスタディオ2022で試す方法。新規ファイルで試したところ、エラー表示されませんでした。最後のエラーがこれ、ログからメモ帳に貼り付けたため、実際のエラー表示とは違います。このエラーも単純で、パッケージファイル出力先のパスに、デスクトップとかなが入っていることによるものです。出力先に注意すれば、解消するエラーです。これでエラーはすべて解消し、パッケージ化することができました。しかし、今度はタイトルからマップ遷移しない問題発生。マップ遷移は、オープンレベルを使用しており、その操作はタイトルコントローラーというものの中で処理をしています。そこでタイトルコントローラーの参照関係を見たところ、マップとのつながりがありませんでした。オープンレベルに何か他の関数はないか確認したところ、ありました。このオープンレベル、バイオブジェクトリファレンスをつなげたところ、参照ビューアーにマップがつながりました。何かの不具合か、またはオープンレベルの置き場所が悪かったのかは不明です。これにて、パッケージテストは無事完了しました。参考にパッケージ後のデータ量です。上のは、現在のプロジェクトファイルの容量。ちなみにマップはまだデフォルトマップだけです。下のがパッケージ後の容量。想像以上に小さくなりました。パッケージ化の設定は Windows 向けのシッピングです。まだテストではありますが、無事シッピングできて一安心です。マップの遷移がちゃんとでき、操作性もエディター上と変わらずでした。ロード時間が長くならないか不安でしたが、マップが軽いこともあり無用の心配でした。次回、このテストパッケージ版で各モードのデモプレイをしてみようと思います。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。